M21 狙撃銃は、M14 自動小銃の派生型として設計された、半自動式の狙撃銃である。ベトナム戦争中、新型狙撃銃の調達を計画していた、アメリカ陸軍は、当時の主力不標銃 M14 の精度や信頼性、即射性などの面を評価し、これに狙撃銃としての改良を加えることを決定した。1969年、 ロックアイランド兵器所は1435丁のナショナルマッチモデルの M14 に対する回収作業を行った。XM21 の仮正式名で呼ばれた、このモデルはレザーアウッド製の3から 9X 倍率、調整式スコープを搭載するほか、標準の M14 とは異なるクルミ剤の重傷を備え、これを使用する狙撃兵には競技用弾薬が支給された。 1969年後半に初めて実戦に投入され、1975年、グラスファイバー製の重傷を採用した改良型が M21 として正式に採用された。M21 は1988年までアメリカ陸軍の主力狙撃銃として使用され、以後は M24 狙撃銃に更新されていった。ただし、いくつかの M21 が、 イラク戦争の檻に再配備されたことが知られている。陸軍の XM21 狙撃銃と海兵隊の M40 狙撃銃通常、M21 は M14 自動小銃と同様の20発着脱式箱型弾倉を使用し、重量はスコープを除けば5 2 7ラムである。また、 アメリカ軍による正式な調達は行われていないが、5発断層と10発断層も存在する。スミスエンタープライズ社が開発した改良型の M21A5 は、クレイジーホースライフルの商品名で知られている。M21A5 の金属部品は、極低温加工で成形されており、グラスファイバー性重症との噛み合わせの調整が不要である。その他、 調整可能なトリガーグループや低温仕様を想定したボルトハンドルなどのオプションも存在する。M20 こそ劇銃は1980年代にグリーンベレーやネビーシールズといった特殊部隊での運用を想定して第10特殊部隊グループが開発した M21 の改良型である。1991年の砂漠の嵐作戦の 檻にも使用されていたことが確認されている。XM21 はベトナム戦争にてアメリカ陸軍が使用し、M21 は1960年代後半マイナス1980年代までの紛争や何らかの作戦のために少数が投入された。1983年のグレナダ侵攻の檻には米陸軍レンジャー部隊が M21 を使用した。 陸軍周辺にも少数が配備されているほか、統合速応訓練センターの仮想敵部隊でも使用されている。XM21 と M21 の正式な運用期間は、それぞれ1969年から1975年、1975年から1988年で、あり、以後は M24 狙撃銃に更新されていった。ただし、 陸軍レンジャーの一部では1990年まで M21 を使用していたという。スプリングフィールドアーモリー社では M14 自動小銃の民生用モデルである M1A の派生型として M21 タクティカルライフルと M25 ホワイトフェザータクティカルカルロスハンコックライフルという商品を製造している。これらは M21 狙撃銃及び M25 狙撃銃を参考にしているものの、異なる部分も多い。特に外見上の大きな違いは、スコープマウント用にピカティニーレールが取り付けられている点である。ありがとうございます。